すでに日本のメディアでも一部出ていますけれども、例の鳩山論文問題なんですね。で、おそらく鳩山論文問題というのは2つ、まあ、問題があって、うん、1つは、まあ、論文の中身、うんぬんあるということですよね、うん、それからもう1つは、まあ、あのタイミングであの内容のものをああいう形で出したかどうかと出すべきだったかどうかというような問題で、もう1つさらに僕は多分こっちの方が実は深刻だと思ってるんですけど、実際にそれをどうハンドリングされたのかについて完全にミスハンドリングが起きていて、うん、それでちょっと僕はよくわからないんですけどね、そこのところが必ずしも報じられてないと、あまりで、おそらくそこは実は本質に関わる問題になっているっていうところがミソなんだと思うんだけども、うん、まあ、鳩山政権ができることが確実で、うん、まあ、鳩山事務所のミスハンドリングだもんだから、うん、まあ、そこを今敵に回したって何の得もないっていうようなメディア得意なね、うん、先読みっていうのか保身っていうのかなんていうのか知りませんけど、あえてそういう事務所が痛いことを書くのをやめよう、言うのをやめようという心理が働いてるからなのか、それからただね、昨日の読売新聞なんかを見るとですね、明らかに事実誤認をしているんですね。つまり読売新聞はこの記事が鳩山さんのボイスに書いたその論文が勝手にクリスチャンサイエンスモニターやニューヨークタイムズに、まあ、転載され、しかも、勝手に、まあ、この改ざんとか捏造とかいう言葉を使わせてもいいけど、うん、要するに編集され、うん、でその編集の中身がさらに、まあ、鳩山さんの元々の論文の趣旨とは違う形で抜かれたので、はい、うん、誤解されたというようなね、うん、ある種のスピンを、まあ、鳩山さんおよび周辺がかけてきたと、うん、それでね、ちょっと、まあ、こちらはまず、ご覧ください。31日の鳩山さんの発言です。寄稿したわけではありません。どっかで勝手に寄稿したというふうに書いてありますが、寄稿したわけではありません。ボイスという雑誌に載ったものをその新聞社が一部をですね、抜粋をして載せたものだと、そのようであります。したがって寄稿したという事実はありません。しかし中身が一部歪められてというか、一部だけ捉えられて書かれていると、私ども申し訳ない、私自身がですね、あの中に書いたものは決してグローバリゼーションの負の部分だけを申し上げるつもりはなかったと。負もあり正の部分というものも当然あると。グローバリゼーションというのはそういうものだと思っています。したがって決して反米的な考え方を示したものではないということは、この論文全体を読んでいただければお分かりになると思いますし、私自身の今日までの考え方から見てもそのように理解をしていただけると思います、はい、それでね、要するにもう、次期総理鳩山幸男があれは自分が寄稿したものじゃないんだと、しかも記事が自分の意思に反して、変えられていたんだと、だから自分の趣旨が間違って伝わったんだと言ってるんですね。でさあ、ここで実はいろんな問題があると、うん、でもし本当だったらこれ大変な問題じゃないですか。そうですよ、こんな勝手に、ね、しかもニューヨークタイムズ、うん、クリスチャンサイエンスモニターは私の古巣でもあるんですけれども、うん、がですよ、まあ、一応どちらもアメリカでは一流紙とか高級紙って言われてる新聞ですよ、うん、でそこがね、まあ、ボイスになる雑誌に出たものを勝手に転載し、うん、しかも勝手に改ざんし趣旨を曲げてその、うん、出したといえば、これもう国際問題でしょ。まさにそうですよね、うん、で当然抗議をしなければいけません。抗議しなきゃいけないし、まあ、実はそのもう一個問題があってね、その、まあ、ちょっと後から経緯話しますけれど、もともと12日に転載許可を求めるその打診があって、うん、鳩山事務所は実は OK してるんですね、うん、でその際にもう編集も OK してる、うん、全文ではなく部分だっていうことも OK してるんですね、実際ね。だからまずそもそも、そこについてちょっと後で話しますが、そこが明らかにちょっと間違いだし、僕はどこかに誤報というか、誤報か嘘かどちらかがあるというやざるを得ないんだけど、問題はね、タイムテーブルなんですよ。12日に取材依頼が来た、19日にクリスチャンサイエンスモニターがそれを出してるんですね、英文を。で英文はもともと鳩山事務所のウェブサイトに英語文が出てたので、それを使ってくれっていうことで、それを使ってそれを短くしてるんですよね。まあ短くって言っても、あとちょっと皆さんと話しますけど、ある明確な編集方針に基づいて短くしてるんだけどもね、19ですよ、ニューヨークタイムズが26ですよ。
でもし許可も出してないところに19に出たんだったらば、まあ、実は許可出してるんですけどね、出たんだったらば、その間何もしないでいて26にまた出ちゃったと。で26にニューヨークタイムズで出たあたりから火がついたんですね。やっぱりニューヨークタイムズとクリスチャンサイエンスモニターでは影響力が全然違って、クリスチャンサイエンスモニターは一部の良識派が読んでるけどずっとちっちゃい。でニューヨークタイムズおよび、まあ、インターナショナルヘラルドトリビューに出たあたりで、各紙が鳩山はこんな考え持ってたのかという話になったでしょ。でまずそのもし許可出してないんだったら1週間何もしなかったと。でまあ選挙前で忙しかったっていう話なのかも僕は知れないけど、要するに26日ですよ、選挙が30日ですよね。だけどまあ許可出したのが12日13日なわけだからね。それが もちろんその問題もあると。それからやっぱり、まあちょっとじゃあここで一応それお話だけはしときましょう。ですね、この手元にですね、ちょっとこれ抜けますか。はい、ちょっと字は多分読めないと思うので今からこれお読みしますね。これは何かというと、あのグローバルビューポイントという、シンジケート配信会社が、まあそのまずはこれボイスに出たので、普通はまあ海外の常識ではボイスがまあその編集権、著作権を持ってると、その論文自体にはですね、なのでボイスの編集長宛てに、そのボイスに出た鳩山さんの論文を、グローバルビューポイントというシンジケートで配信したいので転載許可が欲しいと書いてある。でそこに同じくその中にですね、まあ、グローバルビューポイントは、世界100の新聞に配信され、15の言語に翻訳され、読者数は3500万人になりますと、活字の世界の CNN とも言われていますということで、お願いしたいというふうに自分たちが何者かが書いてある。ただ、まあここにグローバルビューポイントはアメリカのロサンゼルスタイム誌に掲載されると同時に世界の100の新聞に配信され、15の言語に翻訳されっていうふうに書いてあるんですね。それでそのボイスおよび鳩山事務所は実は最初は許可出してないっていう一点張りだったんだけど、しばらく話を聞いていくと、いやロサンゼルスタイム誌には出したんだと、でもニューヨークタイムズやクリスチャンサイエンスモニターは一切出してないと、要するに無断掲載だっていうふうにちょっと話が途中から少し変わったんですね。で、まあ、ロサンゼルスタイムスっていうふうに名前は出ていると、これロサンゼルスタイムスに掲載されると同時に世界100のって書いてあるんですね、この、 著作権譲渡 の使用の許諾の紙にね。でなぜロサンゼルスタイムスを始めって書くかというと、このグローバルビューポイントっていうのがその親会社がトリビューンというロサンゼルスタイムズと同じ親会社で、ロサンゼルスタイムズの中に実際にこの会社が物理的にはあるんですね。だから、まあ、IHT、まあ、インターナショナルヘラルドトリビューンが配信したっていうふうに書いてある記事もありますよね。そうですね、まあ、要するにトリビューン社がやってるのがロサンゼルスタイムズであり、シカゴトリビューンであり、インターナショナルヘラルドトリビューンでありっていうことなんですよね。ただそこに配信されれば、まあ、クリスチャンサイエンスモニターやニューヨークタイムズや他にどこに出ても不思議はなかった。実際に15の言語なので僕らが知らない国の言葉にもなっている可能性は十分にあるということですよね。でまずそこでこういうやり取りがあって出ているのに、31日に次期総理が寄稿してません。まあそこに寄稿したわけではないっていう意味ではそうですよ、ニューヨークタイムズに寄稿したわけではないと。だけど寄稿はしていませんっていうふうに言ってしまっているっていうところが僕は非常に心配なんですね。あれは普通は転載を許可しましたというふうに言うべきですよね。転載を許可しましたと、あれは寄稿してないって、しかもなんか勝手に編集された、でちょっとその編集の部分についても一応言うとね、グローバルビューポイント側は、まあ、鳩山さんのホームページに出てる英語の文章をまず使う、ということで、合意ができていたと。それから、まあ、あれは非常に長いので、それを、まあ、短くして出す、あるいは、部分的に出すという話で、合意をしていたと語っています。でその部分的に出すとか編集をするっていう話は紙にはなっていないので、まあ、言った言わないの話にできるんですね。ただ全文ではないということを、話したということは実は、ボイスもそれから鳩山事務所も認めているので、まあ、常識的に考えればボイス論文が全文翻訳されて載ることはないです。しかも新聞にね、はい、しかも新聞、まあそれは絶対にないと、長さから考えてはいないってことでしょ。はい、では部分と、で、もちろんですけれども、じゃあ編集 www.videonews.com